途中でもらえるんなら別に、まあ、もらうかもらわないかは別としても、うん、もらえるんかな。やばいっすわ、森くんに負けないようにしなきゃ。森くんもうアップして今本気の目してた俺それ見ちゃったら俺多分急にスーってなっちゃいそう。なんかガチ本気の目してました、ね、怖いわ。確かに大丈夫かな。本当今日はね群馬サイクルスポーツセンターに来てまして、というのも岸とね森くんがね直接対決をするんで絶対面白いなと思ってね来たんですよ。で今ね、はい、これからレース始まる前に3位に、ね、向かうところなんですけども、どうですか意気込みは。この見てくださいこの天気めっちゃ気持ち悪い。意気込みどころの騒ぎじゃないですけど、まあ、まず安全第一でいきたいと思います。頑張って。はいはい、はい、今回来ているこの JBCF のレースというものをね、解説しますと、JBCF というね、まあ、団体があってそこが主催をしている、シリーズの今日はね一戦になりまして、トップだと J プロツアーというねプロカテゴリーがあるんですけども、その下の、ピラミッドに位置しているエリートツアーっていうのがあって、それの今回森くんと岸は E2 と言われるカテゴリーに参加をしてますと。 E2 だと上から2番目ですね。なのでアマチュアの中でもかなりハイレベルな、ね、レースが展開されるということで、これからあと10分ぐらいでレースが始まるところです。でコースは群馬サイクルスポーツセンターといって自転車用のコースになっている、1周6キロのアップダウンのある峠のワインディングコースみたいなね、まあ、サーキットコースでして、非常にねエキサイティングなレースがね毎回展開されるので、上りもねそこまできつくない、アップダウンはあるんですけど、まあ、コーナーだったりとか結構テクニカルな部分が要素が強いので、そこね森くんと岸がどうやって走るかっていうのが期待できるところですね。俺動いてないに岸さんとの勝負が。一分前。じゃあ頑張って。行ってきます。あと5秒前ぐらいですね。今日は逆回り。第57回岸は前にいるね。森くんはどこだ？分かんなかった。もっとアピールしてもらわないとダメです。さあこれが3周目かな？3周目でアタックかかってますね。岸のチームメイトがアタックして、岸がどうなるんだろう。あ、見てますね。先頭で見てる。森くん近くいましたね。結構近い。うん、近くに今いましたよ。すぐ隣にいた。いい感じじゃないですか。ちょっと今アタック見送るような動きしてますけど、いい感じ、いい感じ。どうかな。あ、キッシが結構前にいるな。いますね。
ルくんがちょっと後ろに。あ、森くんいた。森くんがいた。たけしもいますね。はい、ここはね、群馬サイクルスポーツセンター名物の心臓破りの坂って言ってね、今こっちの下りから登ってきたんですけども、普段だったらこっちがね正回りで上りになってこのヘアピンを登っていくんですけども、今日はねこれ下っていくんですよね。結構ねハイスピードでみんな迫力のあるね、走りをしていって、こっちはこっちでね見てて面白いですね。絞られてきましたね。少しずつ少なくなってきて、もう岸も森くんも結構前の方にいたかな、まあ、今岸のねチームメイトが3人の逃げてるうちの1人なんで、まあ、無理に上げないでもいいのかなっていう状況ではありますね。スピードちょうだい、スピード、スピード、2分。ありがとうございます。2分、2分。岸に3位狙ってる、3位狙ってる。今ねラスト2周に入ってて、ここがもう勝負どころですね。後ろの後軸は俺、あ、森くんだ、森くんがいる。森くん頑張って。先頭が三両選手来ましたね。E2もね、僕の後ろに岸と森くんがいるはず。いいだ、あ、女子もね、女子もそうですね。90名強で始まったレースももう40数名にね絞られてるらしいですね。あ、また取れよ、取れよ、取れよ、やばい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 。あ、これか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 。死んだ、大勢ちぎれやがった、あいつやばい、もう全身つった。牛中森君に勝った、森君に勝ったね。おお、いやいやいや、ずっと仕事してすごい顔してるけど、きっつとりあえずお疲れ様。バイクもドロドロ、うん、すごい激しい。いや、汚れたね、汚れましたね。うわー、ちょっと悔しい。レース早かった？そんなことない。あ、そんなことなかった。なんか終始余裕そうな顔したからどうなのかなと思ってたけど、いや、大勢がそのまんま行ってくれるかなと思ったんだけど、うん、だから余裕だった。逆にそうだよね、チームで動けたの。森くんはどうだったの？森くんは下手すぎ、レースの運び方がもうだって向かい風とかさ、自分が集団の流れを利用してこう前に上がれるとかすごい楽なことができるのに、全部自分の足を使って位置取りをするのよ。あ、だからもう何、無駄な力を使いすぎ。なるほど、もうちょっとまだまだだな、うん森くん、ちょっと改善の余地ありですね。あとね、上りも全然力入ってなかった、うん、森くん、まあ、みんなで練習しよう、うん、まあ、ちょっと悔しい、俺も目の前でさ、E1 だったのに、あとちょっとで、あ、そうだよ、ね、1人だけ逃げ切り、はい、逃げ切り、あの、マリオ番手、富士の選手、そりゃそうだよね、だってプロだもんね。あ、そうだよね、まあ、お疲れ様です。お疲れ様でした。今最終車、きつかった、きつい、ああ、ああ、
一言いただけますか。マジっすか。岸さんに負けたのは悔しい。マジ悔しい。どうだったレースは。レースは、うん、あの全然落ち着かなかったんですよ全体的に、はいはいはい、で流れてる感じで、うん、で今隣にいるチームメイトが、うん、あの実は松尾さんも出てたカツラを、はい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 、福島のレースでチクってて、はい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 、彼に任せようっつって彼を呼んで、うん、前にいたんですけど岸さんが蓋してたんですよね。そうだよね。そうだから俺前出ると岸さんが追撃してくるしで俺が保土ヶ谷の子とかやってくるとみんなついてきちゃうからもう自分にとって超不利だったんでもう彼に任せて足痛いもういや力がなかったです。いやでもね見てて楽しかったですよ。だからガンガン攻めてました、うん、下りでね抜け出したとこちょうどね撮ってなかったこっちでカメラ回しないとかで森くん頑張ってた。まあまあ、とりあえずお疲れ様です。お疲れ様、はい、風邪ひかないように。はい、というわけでどうでしたか。乾杯です。乾杯でしたか。まあ今回はね完全に岸の勝ちかな、うん。まあ、仕事もねでもちゃんとしてたしね。そうチームメイトもねね逃げてたからね。そんな中での2人の勝負を繰り広げられたわけなんですけども、まあ森くんがもうちょっとね経験を積みましょうとアドバイスが岸からあった通り、はい、だって途中僕声かけましたよ森くんに。森くん頑張ってそうもう絶対ちぎれると思ったから、うん、上りで、うん、だからこれちぎれたらもったいないからって言って頑張れって言ったけど返事なかったから多分絶対きつかったその時。いやここだねドロドロになるまでお疲れ様でした雨の中ね終わった頃にやんだからね。ほんとレース中土砂降りだったっすね。最悪だよもうすげえ気使ったしもう、まあ、そうだよね疲れた精神的に疲れた。そうだよねこの後温泉あるからもうそれが楽しみで俺頑張ったわ。そうちゃんと洗い落として入って帰りましょう。そしたはいちょっとね次ねはい D2 マジで頑張るよ。3人いや2人の走り見てたらあレースに、うん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 、参加する、うんうんうん、した方がいい。絶対した3人で勝負しよう、うん、OK ね3人で勝負次3人で勝負するんで頑張ります。まず痩せますまずね松尾先生が次のレースあの大きいタイプだったら石川ローズなんてどうですか。えぐいえぐいえぐ い近すぎる絶対無理よ無理10キロぐらいなきゃ無理よ絶対無理あれ登れるわけないじゃんどっか考えようでもやっぱね群馬が一番敵にいいですよ。あ群馬がいいね、うん、その客室あんまり関係ないから。そうだよね。そうということで、はい、今回は2人に勝負してもらって岸の勝ちと。やったー。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。頑張って